回はパチリエで遊んでいきたいと思います。イエーイ。パチリエとは糸を使わずにカラフルなプニプニピースをつなげるだけでとっても可愛いバッグやポーチが作れちゃうおもちゃです。それでは早速遊んでいきます。ティアラチャンネル。3、2、1。どーん、かわいい。めっちゃこれピースがめっちゃかわいい。ピンクと紫とかかわいい。いろんなパーツが入ってる。じゃん。セット内容を紹介します。1つ目、スクエアピース。2つ目、三角形ピース。3つ目、連結スクエアピース。4つ目、ベース型ピース。5つ目、ハート型エンブレムとデコパーツです。その他にもじゃん、こんなにたくさんパーツがあります。他にはプリンセスショルダーデザインシートと取扱説明書が入っています。それでは、レッツメイキング。あ、こうか。楽しい。デザイン完了しました。ここまでできました。こんな感じです。ということで完成しました。これ、ね、2時間もかかってメンバーにも手伝ってもらいました。完成した時に、はあ、完成したっていうなんか達成感みたいなの味わえて、とっても楽しい。作る時も楽しいし、作り終わった時はわーっていう達成感があって、とっても楽しいおもちゃでした。ということで、みんなも作ってみてねー。